古の宇宙エネルギーを宿した創生水は水と大地に命を与えます。ではこの創生水を実際に使っている方々の体験をご紹介しましょう。水を使う機会が多い美容院では手荒れなどの問題を抱えています。しかし創生水の働きがそのような難問を見事に解決してしまいました。私がこの店は25年なんですが、その前岐阜の方で5年とで大体30年くらい店を営業しているんですが、まあその中で、この時代というんですかね、入ってくる従業員の手荒れがすごいんですね。統計によると大体8割5分くらいが何らかの形で手荒れ、またその他のところに炎症を起こしているらしいんですね。でまあご多分に漏れずうちに入ってくる従業員たちもやっぱり手荒れのひどいのがもうたくさんいまして、そしてまあ本当に美容師にはもってうってつけといいますか、そしてまたもうセンスのある優秀な美容師、そういう人がもちろんまあ入ってきてもらって、でただこの手がいかれる手荒れのために、そのために美容師を断念しなきゃならんというのが今まで本当にそれで流されてきたんですね。だからそれをなんとか食い止めたい、なんとか少しでもいい具合にということで、この25年間、まあ、30年近く本当にそれを探し続けたのが、まあ、僕の美容の歴史みたいなもんですね。それがたまたま、まあ、ある、ジャーナルさんから今度こういうのがあるそうだけど一遍どうだねというもんですからね。それで、まあ、いずれにしてもいいものであれば取り入れたいと思うから一遍話を聞かせてください言って、そしておいでいただいて説明を受けたら、まあ、その時にはまだ本当のこと言って半信半疑だったんですけど、ちょうど1年前去年の2月だったと思いますけれども、設置しまして、そして、まあ、試しに1ヶ月くらいさせていただいたんですけどね、これも裏話も全部申しますと、半月や一月では手が良くなるとかそういうようなことはないですよね。ですけど一番初めに思ったのがですね、まあ、うちはだいたい洗濯をするために3台ほど洗濯機を置いてあるんですけど、その中の、まあ、古いものから順番にこう中で洗濯をしてますと汚いものがもちろんついてくるわけですね。それは普通の石鹸だとかそれから洗剤くらいでは落ちないんですね。それがそういうようなものはこびりついているんですけれども、それをあとどんな具合になるかしらと思いまして、2つだけを中をきれいに除染剤できれいにしましてね、1つだけをそのままいわゆる汚れた状態のままにして、そして試して3台ずっといつも同じように使ってみたんですね。そしたらその2つはもう本当にまあいつまでたっても汚れが全然つかないんですね。でもう1つの方はまあ以前ついた汚れがそのままの状態でついていて、この人たちが言う通りに確かにこの水そのものが洗浄力といいますかね、それがあるなというのがはっきり分かりましたですね。まあ、その後もちろんちょこ1年になりますけれども、同じその洗濯機は中の方は全然拭いたり磨いたりしなくても汚れが全然つかないです、この水を使ってますとね。まあそれは風呂でも同じことが言えますし、まあ私これ28年、もう従業員の手荒れということ、もうそれを一途に追っかけてきたんですけれども、もうその中で薬品であるとかそれからまあ器具であるとかいろんなものをそれこそ手探りで何かいいものはないかということで探し回ったんですけれども、ようやくここに来てこの創生水に巡り合えたということで、もう大げさに言うと一挙に片付いたという解決した、そんな感じですね。まあ1年ちょこ1年この創生水と付き合いまして、もう僕だけじゃなく従業員でまたまあ女房ももちろんそうですけれども、もう全員にその良さが分かってもらって喜んでもらえたというのはこれが本当にありがたいことだったと思います。
まあ我々の業界いうのはこの、統計によると8割5分くらいは手荒れの問題で、何らかの形で従業員といいますか従業者が悩んでいるらしいんですけど、まあ、そういう人たちのためにもこのちょっとでもいいといいますか、この素晴らしい、創生水というのを知っていただいて、そして一日も早く我々の業界にもこういう素晴らしいものがある、そして美容界というのは決して手荒れでつらいもんだということを払拭していただきたいというのが、まあ、お願いなんですけどね。これはメーカーのからのあれじゃなくして僕の方からぜひともお願いしたいことなんです。でおそらくもう僕の知っているものももうそういう手荒れでもって苦しんでいますからね。ですからこれはこれからの美容界に絶対に必要なものだと思いますね。そういう意味でもこれは全国に津々浦々まで本当にあれしていただきたいですし、それの副産物といってはなんですけれども水そのものに洗浄力がありますので、それから同じパーマでも、かかり具合がすごくこうムラがないんですね。まあ、今までですと極端なこと言うと油が落ちにくかったとか、またはリンスとリンスが残っていたような状態のところにはね、どうしてもかかりにくいとか、そういういろんなものがあったんですけれども、おかげさんとこれを入れてからいわゆるパーマの失敗というのが本当にないんですね。これはカラーリングにも同じことが言えまして ね染める方にも同じことが言えまして、色のムラが非常に少なくなりましたですし、それから今までよりも定着がいいといいますか、そのために色の落ちが少ないんですね。そういう点でもお客様にも喜んでいただいてます。これは手荒れだけじゃなく、そういう水に関することは本当にいろんな意味で使っていただけると思いますね。チーフのお話を伺ってみましょう。今まで結構やっぱり荒れるっていうことでかさつくだけじゃないんですよね。私たちの手荒れっていうのは水泡ができたりとか、本当に産んだり、もうひどい時にはもうこの辺までずっと来てしまう子なんかもあるんですけど、私もそれほど荒れる体質じゃなかったのが急に荒れるようになって、で先生なんかが考えてくださったんですけど、その水泡がやっぱり出なくなるっていうか、ある程度やっぱり痒くはなったりするんですけど、そのお水を使ってるせいというかおかげだと思うんですけど、水泡なんかも本当にすぐ出るんですよね。もう私たちはシャンプーをして油を取られたところにパーマ液なんかすぐ入るんですけど、その入るパーマ液なんかも刺激がありますよね。それを抑えてくれるっていうか、やっぱりちょっと違います。シャンプーの時に違うんでしょうね、お湯を使った時の感じが。今までなんか結構薬をお互い借り合ったりとかするんですよ。あの薬持ってるとか、どれが効いてるとか、薬屋さんに通う回数っていうのはかなり減ったんじゃないかなと思います。社会福祉施設希望の家では様々な効果に大勢の人が喜んでいます。全体ではね、ここでは300人ぐらい暮らしてますからね、そのためにはもう1000万強の大きな送水水の装置が必要だということで、とりあえずまずその十数名で暮らしている商社に入れたんですね。でそこでいい効果って結果が出てくれば、将来的にはこの全施設で使う水を全部ね送水水にしたいという希望はあるんです。それでとりあえずまず商社で使い始めて、いや洗剤もいらない、石鹸もいらないということで、まず使ってくれとやってみましたら、水産なんか変な薬でも入れたんじゃないのと最初そう言われてたんですけどね。でもそんなことは全くない、本来の水っていうのはこういう力があるんだというふうにして、だんだん使い始めたら、やっぱり洗剤がいらない、汚れがよく落ちる、おいしいというのが次々出てきて、男性の酒飲みはですね、これで水割り飲んだらですね、今まで飲んでた焼酎とかね、
それからウイスキーがべらぼうにうまくなったということでまず驚いてくれたこと、それからある主婦は血圧が190常時あった女性でね、今もまあ飲んでくれてますけど、これがもう120で安定しちゃったということで、この方が一番まあ愛好者の中のですね最右翼といいますかね、そこまでっていうのはちょっと信じられなかったんですけども、あとはもうご飯がおいしくなる、お茶がおいしくなる、それからこれで顔を洗うと非常に肌がねしっとりとツヤツヤするっていうので、まあ女性陣が大喜びしてますね。ですから、それからパソコン10年来使ってたパソコンのキーボードがですね、まあ油汚れで真っ黒系になってて、それでそれをまあ硫酸かなんかでやればきれいなっていうことは分かってるんですけども、総水水でやってごらんということで総水水でやったら、綿棒にね沸騰させた総水水やったら非常にきれいになっちゃってね、みんなこれは何だろうというぐらい驚いてくれましてね、やっぱりすごい水だなと、こういういいものは絶対体にいいはずだということでね、今できるだけ皆さんにたくさん使ってもらいたいと、そういうふうに思ってますけどね。肌がね荒れないっていうかね、手が荒れない、それから顔につけると気持ちいいというか、なんか自分でね言うのはおかしいけどもって言いながらね、なんかこう肌が若返ってきたというかツヤツヤする感じだということでね、喜んでますね。10月の12日にですね、天皇皇后両陛下がこちらをお見えになりましてね、それで全施設をまあ視察していただいたんですね。でその時にまあ準備段階で、まあ徹底的に掃除はやりましょうということで、まあうちの外うちを掃除したんですけどね、やっぱり一番びっくりしたのはこの大谷石がきれいになったっていうね、水であんなに汚れが落ちるのかなと、本当に真っ黒系だった大谷石がですね、非常に真っ白っていうかね、作り立てのフェンスみたいになっちゃったっていうのがね、それからまあパンやクッキーもここで作ってますけども、ソース水で焼いたクッキーを食べてもらったと、それで両陛下ともおいしいおいしいというんで2つずつね、食べてもらったと。それからもう一つソニーの大賀会長が見えてましてね、それで帰りにソース室で焼いたパンをお土産に持って帰りたいということをやりまして、それを持って帰ってもらったということがあります。はい、まあ言葉がそう他者じゃないですからね、知的障害者ということですから、ただやはりこの洗剤石鹸さえ使いませんから、だから手が汚れない荒れないというかね、そういうことはまあ不思議に思ってるでしょうね。それからそういう話を聞いて、ここでは通称と言いましてね、通ってる子どもらも50名ばかりいるんですけど、その中にやっぱりまあ毎日ですね、ペットボトルに送水水を汲んで帰って、それからバスに乗って、まあ、家に帰るという子もおりますね。だからそういう広がりがどんどん大きくなればいいなというふうには思ってます。はい、やっぱりこれ本物という感じ非常に強くしたんでね、やっぱりまあ単身赴任してますから、家に何かいいものをプレゼントしてやりたいというのと、隣近所の人にもね、町会の役員も外れてますから喜んでもらいたいと思って入れたんですね。その人やっぱりまあ風呂は全然もうこう、ソースをかけるだけで、今までこうたわしで洗ってゴシゴシ、まあ厄介な作業だった風呂の後始末がもう全然必要なくなっちゃったということで、女房はやっぱりまあ手が荒れなくなった、それから誰かから移ってきた水虫でまあ困ったって言って薬つけてたんですけど、薬はまあやっぱりねいろんな作用が反作用があるからって言って、それが全部総水性でよく洗うようにしたら治っちゃったと、まあ、本当に、もう本当にどうかわからんけど女房はそのように信じてましてね、で近所にも勧めて水配りしてますね。孫はですね、うちに来るとおじいちゃんのうちの風呂はね洗剤でね目つぶれとかねなんかしなくていいもんだから、もう二人で入ってですね、女の子と男の子ですけど、もうジャブジャブ頭ごと全部ね、湯の中に使って出てくると、まあそれでもうタオルでね
増えて、それ一上がりということなんだから、まあ娘も楽ですしね、神様も楽で、子供らも喜びというのが現状ですね。はい、やはりこういういいものはですね、施設でも一商社だけじゃなくてね、ここで使ってる食堂の方とか大きな浴場とかね、それも全部送水水にしたいなと、そういうことで、まあ、健康も増進されるでしょうし、もう一つはやっぱり非常にあの洗剤を使う量が多いんですね。それをまあできれば少なくしたいし、何よりも風呂場のね大掃除が、毎日毎日の大掃除がですね、非常に簡単になるだろうと。今のところは商社の方だけで、まあ、恩恵を受けてるわけですけどね、そのためにはまあ少なくとも1000万強ぐらいの投資は必要かと思いますけども、まあ何年か使ったらね、十分それはまあペースんじゃないかなとは思ってますしね、将来そうしたいし、まあ、うちの施設だけじゃなくてね、こういう社会福祉施設にどんどん入ってほしいなと、もちろん一般家庭にもね、でまあ公害のないいい環境の、まあ、住みよい、まあ、社会にしたらいいなと、そういうふうには思ってます、ね。さて、飲食業の分野ではどんな効果が現れているのでしょうか。だから去年のですね、7月頃ですか、わしの、 あの20年くらい付き合ってるあの堀という、社長と晴美さんの伊賀の社長なんですけどね、ですごい水ができたってことでその説明を聞いて、でまあ、いろいろ話を聞いてるんだけれども、なかなかあの私自身もね、えらいその、そうかなって気持ちには乗っていかないんですよ。でまあ彼が2度ほど水を持ってきてくれたがね、それも、まあ、飲んではみたものの、そんなに水道水と変わらんなって気持ちだったんです。でたまたまその、一つ の、 そのおにぎりを握らなきゃならない仕事が出まして、でその時にその機械を持ってきて設置しましてね、でその水で米を洗って、その水で、その米を炊いて、でおにぎりに したんです。でそのおにぎりにする前に、約1ヶ月くらい店でその水を使いましたがね、で相当に変化が来たことは実に分かってまして、でまあその水でおにぎりを炊いて比較してみたんですが、もう素人目にも分かる味の変化は出てきたことが事実なんです。それで、これはと思ってまあ来たんですが、そのおにぎりをまあ握ったとこのあたりからね、実に興味を持ってみたい。でちょうどタイミングよくその時にね、水道から水がお茶を入れる水が取るんです。ところがタイミングよくね、そのお茶のその湯沸かし器の蓋がの素材が熱で溶けてましてね、でそれがその水の中入って、飲むお客様、飲むお客様 100% 全部こんな お茶は美味しくないと。でそれをいろいろの形で変えたわけではダメなんですよね、お茶がまずくって。それでその水を使ってやった時にね、ちょうどタイミングよくその機械が来て、そのお茶がそれだけ溶けていたにもかかわらず味が変わったんですよ。それでまあそこで一目を置いて、でその蓋を変えてみて、お茶の味が天とちょうど変わりましたね。それでまあ堀さんにいよいよその機械を入れようかって話になったんだけど、なかなかその踏ん切りがつかないん で実はその機械を入れたのが12月でしたかね、12月の入ってから慌ただしくようやく入れて、まだ本当の良さは分かりませんけどね。今はですね、先ほどの話のおにぎりのことから、米を洗うのはもちろん、
炊くのもその水ですね。で本来全部の水をそうしたいんだけど、この素晴らしい水の一番難点はですね、機械が高すぎるという。で、うちのそのこの設備の中で全部その機械を通しての水を使うということになると、800万ぐらいの資本金をかけないとダメ。味出しの一切の使う水で、お茶もお茶はもちろん、それと仕込み物ね、冷凍のもの、それから香りの強いもの。こういうものを溶かした場合もこの水で魚を洗っただけでも大体、倍は持ちますね。魚の鮮度が落ちないで。それとね、一番驚くのはどこの家庭でもエビなんかは冷凍で入って戻すんでしょ。この水で水を打ちながら仕込みをしていきますとね、天ぷらに揚げた天ぷらの油の汚れがね、極端に違う。油の汚れが少ないです。でこれはね、ちょっと大きな発見じゃないかと思うし、でこれがもしその水のためにこういう結果になってたことは間違いないもんですから、これは大きな効果になってくると思いますね、これ。だから三つある支店のうちで、小野店の方はちょっと12、3キロ離れてるからダメなんですが、三宅店の方は、全部車両を炊く水で、お茶をにする水、出汁を取る水、おつゆの味噌汁の水、全部こっちから運んでますね、その水を。だからそれを使い出すとやっぱり水道の水使えないっていうことの答えはもうはっきり出てますから、素晴らしい水は素晴らしいんですよね。確かに出汁の味を出す面においてね、出汁が二色は違いますかね。主婦が普通に味付けする場合、いい塩をね、わしらはその塩も違うんですが、いい塩を使った場合、味の素も本当は普通のかつ節でも何でも出汁を取りますね、昆布でも。それだけで味の素を使わなくって味が出ちゃう。塩味だけでも抜群の、その水味なんかも完全にそれで決まっちゃいますね。で味の素の味というものはなかなかどぎつくなりますけど、この水の味は前は長屋だからね、なんていうかね、こう飽きが来ないで、何か後になってから美味しかったなっていう、ね、そんなその味の柔らかさ、味の柔らかさがありますね。水飲んだ時に柔らかいなっていう飲み方ができると同じように、味もそうなんですよ、ね、でそんなことがやっぱりこういう良さを知っちゃうと、まず話せれなくなる機会じゃないかと思いますがね、この水はね。握り具合そのものはそんなにその極端に分かるってことじゃないですけれど、時間が経ってからもね、硬くなり方が違いますね。私が堀さんと初めて行き合って、でそこの本当の良さを、素晴らしさを分かるまでにね、私のその人生経験を持ってきたにも2月3月時間がかかったんですよ。でうちの若い連中がまだね、違うなって味付けする人間は全部分かるんですよ。で寿司のシャリも食べてみて全然違うっていうのは分かってるけど、料理がうまいって言われるのは確かにね、板前の腕味付けになっちゃうから、美味しかったやつ水のせいだよってこと言えないからね。だからありがとうございますっていうそのことでやってるけど、今実はその板前が、去年の6月から東京から来てるのがいるんですけど、これはやっぱりその味付けが専門のその和食の職人だけにね、戦場をくぐってきてる板前だけに水が違うことが分かりまして、これ俺ここやめたらどうしようかな、味付けがってくらい味の変化は
間違いなく出てますね。だからお客様は気がつかないんだよ、やってる方人間は全部気がついてる。お客様もなんとなく足を運んでくれるっていうのは説明しなんでも確かに味の効果は出てますけれどもね。でもうお茶が美味しくないってことは一人もない、なくなったね。 100% 言われたのが一人もなくなったってことだけでもまあ素晴らしいことじゃないかね。この間ちょっと風邪をひきましてね、孫が風邪ひき、女房が風邪ひいてね、で俺もなんか悪い風邪しょったかなって言ってたんだけど、相当熱は出なんだんですけどね、2日くらい鼻が詰まってもうガラガラ声 でどうしようもねえな、その風邪は親父うつせやなんて散々嫌がられたくらいだったんだけど、でもね、女房に止められたんだけど、いや構わない、俺の体違うんだって調子でね、風呂入ったんだ。で風呂入りながらその鼻がどうしても鼻の詰まりが溶けないもんですから、で構わないからその風呂の水を鼻くっつけてね、で鼻で吸い込みながら本当に完全に詰まってた鼻をね、じわじわじわ溶けながらね、その風呂の中の水でね、こうかい全部その詰まったのを取っちゃったんです。あくる朝何でもなかったんですけどね、それが効いたのか何したのかは分かりませんけれど、確実に薬も飲まない注射もしなんで風呂へ入ってあくる朝何でもなかったことは事実だから治ってたってことなんでしょうね。何でもなかったんだから、ただその水のために効果があったのか鼻の詰まりを取れば風邪が治るのか、まあ、そこまで分かりませんけど、まあ、これもね、こうやったら治ったよってことはね、人に やらせてみて、もし治ればこれもいい発見かなと思う。なぜそれを、ね、考えたっていうとね、その堀さんとね、上田一平行った時に目のね、白内障ですか緑内障とかいろいろあります。その目はこの水で洗浄しただけで治るよって言われた時にね、でわしは自身こう目がなんか遠視なんですよ。で松茸のシーズンね、わしは松茸の専門に時期が来るとやりますもんですから、でめっきりでしょ松茸取るのには。そうすると帰りに山間の帰りに日光が当たるとね、目が痛くって開けなくなっちゃう。で運転しながら帰ってくるのにこういうふうに目が潰れたっけ、もう痛くって開けなくなっちゃう。これがねもう 5,6 年続いてたんですよ、ずっと。でまあ開けたから、まあ去年の秋のそのシーズンの時にね、でその頃はもう機械が入ってたから、堀さんお待ちで貸してくれた機械がね、でそれで朝ね目を洗っては山へ行き出したんです。その日からその現象が何もなくなっちゃった、その目の痛みがね。でその日からだから、まあ、そのシーズンは全然その目の痛みはなくてシーズン終わっちゃったんですけど、それを思い出してね、風呂に入りながら、でその花をやったんだけどね、これが、続いていくつもの病気を抱えている方の体験をお伺いしてみましょう。たまたま東部町の文化会館で講演館があるから来ないかという招待状をもらいました。実際、まあ、私も会社を辞めたばっかしですけども暇がありましたんで、行ったわけです。そしてそこでいろいろな講師の先生の話やなんかを聞いた中でですね、アンケートがたまたまありまして、あんたはどういうことのどういう講師の先生のお話に興味がありましたかということを聞かれた時にですね、私はまず文句なく一番先に丸をつけたのが深野光一先生の話なんです。これはあそこのにも本がございますけれども、その裁判後の話やいろいろで、なぜかって言いますと霊的な見えない力ですね、そういうようなものについてですね、もうとにかく今の科学はうんぬんというようなお話なんです。それでなるほどなと読んでいけば読んでいくほど興味はございましたし、私もそういっちゃなんですが40年前東京にいた時にですね、たまたま霊的なことではちょっと名前を出すのは、今日はやめときますけれども、を勉強したことがありまして、これはいくらお金を積んでも入れない会だったんですけど、そこへ入りまして
パスして入ったわけですね。それでなるほどなぁと、ものすごい力があるんだなぁと、そういうものをただみんなは知らないと、またお話をしてもこれは不思議だとか、これはたまたま桜がやってんだろうとかいうようなお話をよく聞かされてたし、実際そういうことに私何回も出くわしたことありました。まあそんなこともあったもんですから、そういうようなことを含めてですね、まあ私はもう還暦を過ぎた61歳ですけれども、なんか本当に見えないところに何かあるなと。それは私自身が今、病院が用意してですねやってる中でも何かあるな、自助能力というものは人間にあるんだからな、だけど周りの環境はいろいろ厳しくて汚染だ汚濁だ、もうすごい公害だだらけであるというようなことを直視した時にですね、本当にこれは本物だとすればですね、これはすごいもんだと。まあ誰かがこの前言ってましたけども、私の髪の毛が生えてきたら、また黒くなってきたら、これはノーベル賞ものですよというような発言をされた方もいましたけども、まあそれはさておいてですね、私はそういうことで、講演会を受けまして、その翌日深井社長のところへ、まあ、再会に行ったわけですね。まあ講演会で再会したわけですけど、それで早速入れたわけですね。まあ設置しまして、まだ1ヶ月経っておりません。まあその間のことはですね、私自身が自分で体験をしながら洗濯もする、もちろん歯を磨く、いろいろなことをですねやりながら、私自身のですね自分のための勉強であり、それが本当に、世のため人のためにつながるものだったら最高じゃないかということで、私の第二第三の人生をですね少しかけてみようかなというぐらいに思いになったということが、現状のいきさつです。私はもう従来からの持病持ちで、ここにも書いてございますように糖尿病、狭心症、心急性心筋梗塞、胃潰瘍、高血圧というようなことの診断を受けてですね、それで、近くの病院に通ってるわけです。松本の診断の先生が主治医になりまして、私のところを検査し、それでチェックして、それで来てるということの上に立ってですね、私自身が、実際は薬も馬に食わせるほどもらってきてますし、それからインシュリンの注射もですね、朝夜という2回必ずやってるというような状態でずっと何年か来てるわけですけども、これについて医者にかかるお金が欲しいんじゃないけれども、こんなことで一生終わらなくちゃいけないのだか、先生もこれは永久的なものですよという判断をされておりますし、そんなことがじゃあ本当になんか自分自身の自助持ってる自助能力ですか、そういうようなものが発揮できないのものかなと、こういう注射と薬で依存しながら毎日を終わっていかなくちゃならないことはちょっとなんか物足りないなということを感じ出しまして、それからまあとにかく機械を設置したんだということで、もうそこから得られた水以外の水はですね、これはまあどっか行って飯を食べるとかそういう時はしょうがないんですけど、自宅にいるとかここにいる限りにおいてはそれ以外の水お湯は一切飲まないということを決断しまして、これもまあ清水の舞台から飛び降りた形なんですけれども、もうやめたということで注射も薬も一切やめました。それから始まったんです。それで実際始まった形としても頭の中に残ってるんじゃ忘れちゃうということで、とにかく毎日少しでもいいから日記を続けようということで始めて、からこのように日記を毎日書いてるわけですね。そしていろいろな変化、細かいことからお話ししますと、朝目を覚めるとまず歯を磨く、歯を磨くのもその創生水の一杯の水で、何ももちろん使わないでそのお水で歯ブラシでこすると。昔も水道水でこすったことあるんです。しかし昔やった状態ではですね、歯の状態がだんだん黒くなっていくんですね、水道水は。ところがこの創生水でやって、これやっていくとですね、どういう関係か知らないけども、なんか歯は黒くならないだけじゃないんです。たまたま歯医者へ通ってましたし、私は舌が入れ歯なんです。
その入れ歯もですね、もう何年も何十年も近くになるとガタガタしてきて、これはご存知の通りだと思うんですけど、そういう状態の入れ歯がですね、1週間も経たないうちに閉まってきたんですよ。どうしてしまうんだろうと。先生、私こんなことありましたよと。まあこの歯医者の先生とは仲がいいもんですからいろいろ話。それは先生もちろん答えは出ませんよね。何個閉まってきて、今までガタガタしてた歯がだんだん閉まってきた。これはどういうことなんでしょうかね、なんて笑い話をしたりですね。まあそういう話から始めまして、まあいろいろな個々の細かいこと、 手先のあれであるとかですね、その足の指割れであるとかいうようなことございます。しかしなんかお風呂に入らせてもらってですね、やってるとなんでこんなヌルヌルするお湯なんだろう、そしてひび割れした大きく口開いたところがどうして染みて痛まないんだろうとか、いろいろなことがございますけども、そういうことをすべていろいろ書いてきまして、実際の血糖値であるとか血圧だとかですね、そういうものを測ってみてはいるんですけども、まだ日にちがあれなんですが、自分自身の体はですね、本当になんだか知らないけれども疲れないですね、くなってきた。それから何か聞いてるということがですね、自分で自分の実感としてわかるんですね。だから何か苦労しても、本当に一生懸命働いてもやりすぎたとか何かっていうんじゃなくてですね、本当に自分自身が何か体が軽くなってきてと同時に締まってきたと。だから体重も多少減りましたけども、まあそういうことはですね、もう自分自身が分かる、もう現象としてですね言えるんじゃないかと。それから私自身はこれでどうなるか分かりませんけど、目も悪いんです。悪いと言っても、まあ、糖尿の関係がありますから、中に、眼底出血もしておりますけども、そういうようなこともですね、そんなに苦にならなくなってきたというような状態はですね、徐々にではあるけれども、長い病歴の持ち主ですから、そう3日や4日で行くもんじゃないと思う。それには何ヶ月かかるかなというようなところだと思います。で、84歳になるおふくろはですね、本当に不思議だね。一回入っただけですよ、わずか15分も入ってなかった、ヌルヌルするって言うんですね。そしてなんだって、それで出てきてから、普通ならもう年寄りですし、冷えちゃってですね、あれだから、なんか体がポカポカ温まってるって言うんですね。だからそれはもう別にお世辞でどうこうじゃなくて、やはり入ってもらってですね、それでやるということがあれですし、私はお世辞まで行ってやるよりも、むしろそのどっちかっていうと批評してこき下ろすタイプの人間ですから、だからそういうことからしてですね、お世辞を言ったってつまんないですし、またそんなの何の役にも立たないし、誰のためにもならないというふうに思いますんで、そういうことは徐々にあれだと思いますけども、まあ今いろいろな友達だ友人だ関係だとか、いろいろ病気を持ってる人もあるし、いろいろなことがあるんですけども、私自身がまずある程度納得をしましてね、そして一応そういうような人たちにも、もし気があればですね、また誰にもこれいいということじゃないと思いますんで、気があってですね、やりたいというような人があったらですね、私は大いに紹介をしていこうというふうに思っています。創生水というのはいろいろパンフレットにございますけれども、私なりに考えると、これは力水であるというふうに解釈した方が一般的には分かりやすいんじゃないかと。じゃあ力水だとはどんなことか言ったら、まず体力ですね、それから気力、そこの上にさらに知力というふうな力が増進されるものであるという解釈をした方が、まあ洗浄力であるとかですね、波動であるとかですね、そういうようなことを言われているようなことよりも分かりやすいんじゃないかということで、私はそんなふうに感じるんです。それで、まあ、そういうことが今の段階では適当じゃないかというようなことでございますけれども、これを例えばですね、スポーツの選手、私も好きでバレーボールであるとかマラソンであるとかいろいろなの見てるんですけども、そういうスポーツの選手にですね、汗かいたらすぐ飲んでるわけですね。それからマラソンしていったら中継点じゃなくて、そのねところでスタンドで飲んでるわけですね。いろいろここがいろいろ工夫しながら、いろいろなスポーツドリンクを飲んだりなんかをしているようですけど、そういうものに例えばこれが
適用できて、それが何らかの形で働くようなことになったら、私はなるというふうに信じ始めております。したがってこのスポーツっていうのは一つの例なんですけれども、こういう私らみたいにもう還暦を過ぎた年寄りでもあってもですね、自分の体が蘇生してくると、ひび割れたところがまた治って本当にすべしてすべした肌になってくるというようなことが聞くとすればですね、これは若者あたりにとってはですね、ましてや子供、小さい子供さんにとってはこういうものを飲んでですね、本にもありますようにもう水道水は飲めないなんて、とんでもないと、この水は逆に飲める水だと、だから私は力水というふうに名前をつけたんですけど、そういうような、形で、スポーツである、あるいは、患者の病気治しはもちろんでしょうけど、病気治しだけじゃないわけですね。その使ってる量的な問題から公害の関係ですね、そういうようなことにもですね、幅広く私は展開できるんじゃないか。ただ実験だとかですね、実証というものがまだまだされてない段階ですし、また説明して納得してもらうまでに時間はかかると思いますけれども、私はもうとにかく水というのは人間の体の60何パーセントは水分であると、まず人間が感じることは大事でしょうけども、水を制するものはまたね、世界を制するという言葉もありますように、水は本当に電気がたとえ消えたとしても水だけはなければならないという一番重要なものですから、そういうものにこういうことに適用されて、それが少しでも効果が上がってきているというようなことを感じたときにですね、少しどころじゃございませんけども、これだけの変化が見えるということを感じたときにですね、誰が本当にね一生懸命これやるんだろうというふうに、またやっていかなくちゃいけないんじゃないかと、私自身も多少なりとも協力できればと思ってですね、この頃はもうそういうことに対して本当にありがたいという感謝と同時に、やはり自分自身もこれから関わっていきたいというふうに考えております。それでは一番最初に松本からおいでになりました山田さんなんですが、一番最初当社へ訪れた時はこのエセ科学者というように私を思って、何とか化けの皮を剥いでみようということで僕のところへ来まして、それが私を責めることに逆に確信が強くなってということですが、よろしくお願いします。今ご紹介いただきました山田でございます。何かの体験談をということでパンフレットの中に終わりになる方もいらっしゃると思いますが、そこに体験談として載せさせていただいてあるんですけれども、大体それ読んでいただければ私の感じた感じ方というか使った形を分かってもらえるとは思うんですけれども、実際に私の家の、息子なんですけれども、やっぱりアトピー性皮膚炎ということで、皮膚だけの問題ではなくて、やっぱ精神的な問題とかそれから環境の問題とかいろいろあるんだろうというふうに思ってましたけれども、この創生水を、深い宇宙人のですね、創生水を使って、引用もします。そしてまた食事もそうですし、それからお風呂、それから着るものすべてが 水がけというか、だいたい風呂の残り湯を使うわけですけれども、そういうもので、体の内側からそれからまた外側からということで、すべて創生水ずくめという形態を取っていく中で、お風呂に入っている状態というのは男の子でありますので一緒に入るというもう年でもありませんので、聞いてみたところ、つい昨日ですか来る前にもう一度確認してみたところ、相変わらずシャンプーも使わないと、また洗剤で体を洗わないという状況を続けてますが、皮膚特にこの首の後ろあたりにこう非常に赤く腫れ上がるという形態だったんですけれども、それももう出なくなりまして、これはやっぱり水の効果が
出てきてるんだろうなというふうに、私も子どもも判断しているような状態です。それから非常に気楽な感じでレポートを出させていただいたんですけれども、その中で最近のことなんですけれども、たまたま家内がちょっと創生水のせいではないんですけれども、怪我によるものですけど、ちょっと入院しまして、主婦業を一生懸命やらざるを得ない状況だったんですけれども、なかなかやっぱり時間がうまく取れなくて、例えば食べかす、それから野菜くず、そういうものを普段ですと貯めておいてビニール袋を入れて、これを出すという形で取るわけですけれども、極力、うちの考え方でそういう自然のものは自然に返そうということで、家の周りの畑、それから花壇等へ、使うようにしたんですけども、当然台所のバケツの中に創生水とともにそういうくずを入れるわけですね。そうすると普段ですと、この夏場特に暑い状態の中で、朝片付けをして、場合によってはその日は夜は外食してしまったと、でそのまま放置するわけですね。で非常に暑い状態で、蒸れた状態になってくる。これ当然一周を走ってくるわけなんですけども、あまり匂いがしてこないので、また虫も湧いてこないと、そういうことから片付けるのがなかなか伸び伸びになってしまうというようなことで、非常にズボラな話としてはこれはいいもんだなと、また再認識したような次第ですけれども、この今日の午前中のお話をいろいろ伺って本当にためになりましたし、面白いお話だなと思って聞かせていただいたんですけれども、例えばアトピー性皮膚炎が治るにしても、この水を使う、その水を使わせてもらう、その気持ち、子どもに治ってもらいたい、で子どもも治りたい、そういう気持ちになる、その病気という字自体が気の病と書いたり気を病むと読んだりするように、気の病、その本当に気そのものではないのかなというふうに私は最近思うようになってきました。で非常にその心の持ち方でこの創生水がなお一層こう実践される中でですね、使われていく中で、使うものの心によってもっともっと素晴らしい水に変わってくるのではないか、そんなふうに今日の先生方のお話を伺って、感想を今一言述べさせていただきましたけれども、言い出すとキリがありませんので、とりあえず、その辺で、終わらせていただきます。私ども宇宙環境草の根愛は、消費者団体の環境汚染解決へのネットワークとして活動しています。各専門家の皆様からオゾン層の破壊、河川の汚染、地球温暖化、酸性雨など21世紀がいかに希望のない時代となっているか報告されています。今のままでは地球が40年持たないと言われている今日、宇宙エネルギーの超技術が発表され、現実に一般家庭の中に普及しています。現在の汚染問題を全て解決できるような超技術が私どもの知らないところで普及しているのには驚きました。私どもは消費者団体として、一企業の商品の推薦はしないと、企業からのメッセージは頑固に断っておりましたが、しかし私どもが目覚めることができたのは、深井さんにお会いし真剣に地球の未来と環境保全を考えておられる姿でした。10年前にたった一人で全ての財産を売却し、私生活を顧みず環境問題解決のために研究を続けてきたということです。私どもがそこまでの決意に立ってできるでしょうか。ただ深井さんの研究開発するにはお金がかかり、自分自身の財産だけでは間に合わないので、企業体として販売せざるを得なくなった。この開発された商品を一企業体として販売していかなくてはならないのが残念であるという言葉に、私たちの心の狭さを知りました。ある部分で
私どもは差別をしていたのではないかと思い、真実本物であり本当に地球を救える超技術があれば聞く耳は持つべきものだと思いました。私どもは深井さんの講演を聞き、現実に一つも嘘はないか、現在使用している消費者の一人一人に直接話を聞き、ただただびっくりしたとともに、21世紀への希望が朝日のように心に染み込み、胸が熱くなり、感動で涙が止まりませんでした。本気で守ろう私たちの星が、私どもの合言葉ですが、これも深井さんからの提言を活用させていただいています。深井さんの講演は無料です。しかも商品販売行為は一切行わないだけでなく、無料で実体験できることも真実です。お金で幸せは買えません。しかしこの美しい星に貢献できることがあります。新しい意識価値観の転換によって、地球という星を守り、地球人と調和を保ち歩むことができます。未来の子供たちへこの地球を美しいままに残そうと願い、また真剣に地球環境を考えている全ての人に、深井さんのお話をぜひ一度お聞きいただきたいと思い、ここに推薦します。